ドミトリー・ツベトコフは、ロシアのオリエンテーリング選手。レニングラードにて出生、現在はサンクトペテルブルクに在住している。2002年に、スペインのアリカンテで開催された、ジュニア世界選手権に出場し、ミドル種目で12位、ロング種目で63位という成績を残す。そしてその翌年、エストニアのポルバで開催された、ジャワック2003に出場すると、 ミドル種目こそ33位だったものの、ロング種目とリレー種目で優勝するという花々しい成績を残した。初めてワールドカップに名を連ねたのは2005年のことだが、75位と低迷し、その後も2008年の15位を最高位として、一桁順位を獲得するに至っていない。世界選手権についても二千五年に日本の愛知で開催された大会に出場したが、 出場したミドル四牧、ロング四牧ともに予選落ちとなった。しかし、2008年、2009年とリレー四牧において連続で銀メダルを獲得すると、2010年にノルウェートロンハイムで開催されたウォック2010リレー四牧にて、アンドレイ・ハラモフとバレンティン・ノビコフと優勝を果たす。2008年のヨーロッパ選手権においても、ロングとリレーの2種目を制しており、 ワールドゲームズ2009では金メダルと銀メダルを1枚ずつ獲得している。また2010年12月16日にはロシアのスポーツ賞より表彰されている。ありがとうございます。